スーパースター、出来すぎ、漫画の主人公、史上6人目、ドジャース大谷翔平投手は23日日本時間24日本拠地でのレイズ戦に1番指名打者で出場。さよなら満塁本塁打で史上6人目の40本塁打&40盗塁を達成しました。衝撃の展開に地元放送局も大興奮、なんて瞬間だなどと大興奮で伝えました。3-3の区間2アウト満塁で大谷がバックスクリーン右へアーチをかけました。4回には40盗塁に到達しており、40本塁打40盗塁の快挙を達成。この日が今シーズン126試合目でこれまでの最速記録となります。アルフォンソ・ソリアーノの147試合を大幅更新しました。あまりに劇的な展開に地元放送局、スポーツネットロサンゼルスも大興奮。実況のジョー・デイビス氏は、40-40、ありえない、なんて瞬間だ、ヒストリーと声を張り上げました。スタンドを埋めた観客は総立ちで拍手、 MVP コールが響き渡った。40-40の歴史的快挙をキャリア初のサヨナラアーチで飾った大谷、ドジャースの歴史に残る一発に誰もが大興奮だった。 SNS では次のようなコメントが集まりました。漫画家でもこんなこと書かない、どれだけ伝説作れば気が済む、また漫画声、かっこよすぎる、持っている男すぎる、歴史的快挙に他にも様々なコメントが集まっています。現地記者たちも大興奮、改めて感じる大谷の異次元さ。米メディアドジャースネーションのノア・カムラス記者も大谷の快挙に言及。大谷翔平はドジャース球団で初めて40本塁打40盗塁を達成した選手になりました。今シーズンに史上初の50本塁打50盗塁の偉業を成し遂げる可能性も十分にある。彼が UCL 手術のリハビリをしながらやっていることは理解を超えている。異次元の記録に衝撃を受けているようですね。劇的な達成に NHKBS の中継で解説を務めた岩村明則氏はもはや神と称えました。9回の攻撃がつながっていく際に2アウト満塁で大谷選手に打席が回ってくると予言していた岩村氏、先頭のスミスが死球を受けて出塁すると続くエドマンが中前打でつないだ、ロハスが送りバントを決め2アウト2、3塁から代打マンシーが死球を選んで予言が現実のものとなります。そして初球を右中間スタンドへ、これには岩村氏も鳥肌が立ったと話し次のようにコメントしています。大谷選手はスーパースターというよりもはや神、これからは50-50を目指していろんな挑戦を見せてほしい、 MLB 史上初の偉業へ期待を込めていました。現在40本塁打と40盗塁は共に両リーグ2位の成績、本塁打ではヤンキースのジャッジが49本、盗塁ではレッズのデラクルーズが60個で先頭を走っています。 MLB 公式のサラ・ラングス記者は X にこのまま2位以上で終えれば115年ぶり、史上3人目の偉業であることを伝えました。本塁打と盗塁の両方を MLB トップ2でシーズンを終えた選手は1909年のタイ・カップ、1908年のホーナス・ワグナー、規格外すぎる大谷選手はやはりレアな記録も簡単に生み出してしまいそうですね。ヤンキースのジャッジ、大谷に敬意、驚異的なスピード、ジャッジはリーグ史上最多の62本塁打を放ち大谷を抑えて最優秀選手 MVP に輝いた2022年には16盗塁を決めた。盗塁は好きというが怪我もあって106試合の出場だった昨シーズンは3盗塁、今シーズンもすでに49本塁打を記録している一方で盗塁数は6個にとどまっています。そもそも盗塁は失敗すれば好機がしぼむリスクと背中合わせ、このリスクについてジャッジ選手はこのように語ります。他の打者が本塁打を打つとツーランになるのに、自分が盗塁でアウトになるとチームにダメージを与えるかもしれない、ヤンキースには強打者が多く盗塁を狙うことを自重する面があるそうです。現在は主に1番打者を務める大谷選手は積極的に走り失敗はわずか4回、高い成功率でチャンスを広げる役割を果たしている。ジャッジは彼は本塁打を打つこともできるし、投手が投げるのを嫌がって歩かせても2投3投で得点圏に行ける、フィールドでの彼の能力は素晴らしい、僕にもああいうスピードがあればいいのに
長打力と走力を高いレベルで兼ね備える大谷選手に敬意を込めつつも羨ましそうに語っていました。初達成者で通算462本塁打のお騒がせ男も祝福、4040クラブへの入会おめでとう。過去の達成者5人は1988年アスレチックスのホセ・カンセコ42発40盗塁、96年ジャイアンツのバリー・ボンズ42発40盗塁、98年マリナーズのアレックス・ロドリゲス42発46盗塁、06年ナショナルズのアルフォンソ・ソリアーノ46発41盗塁、23年ブレーブスのロナルド・アクーニャ41発73盗塁。ただしカンセコ、ボンズ、A・ロッドことロドリゲスの3人は筋力増強剤ステロイドの使用などが発覚しています。そのためいわゆるクリーン組は広島でもプレーしたソリアーノとアクーニャのみで、事実上大谷がわずか3人目となりました。そのカンセコは X 旧 Twitter で大谷翔平よ、クラブへの入会おめでとうと祝福ツイート。投稿から約20分でビュー2万超を集め、ファンからはいろんなコメントが集まりました。大谷は注釈付きを意味するアスタリスクなしのクラブだけどね、偉大なクラブだ、たった一人を除けばと皮肉で返されたほか、最初の達成者だったあなたも偉大だ、ヤギ Go at 史上最高はヤギを知るだな、などのポジティブなリアクションもありました。元祖お騒がせ男は通算462本塁打を放つも、引退後現役時代に使用していた筋力増強剤ステロイドが大リーグで蔓延していたと主張。05年は暴露本禁断の肉体改造を出版しました。ロバーツ監督、大谷翔平の劇的偉業達成に感動、まさに物語だ。ロバーツ監督は試合後の記者会見で嬉しそうにこのように語ります。4040を同時に達成してさよなら満塁弾、試合に台本はないと言っているけど、これ以上の出来はないだろう、ただ驚きだ。史上初の50/50を問われると続けてこのように語ります。可能性はあると思う、これまで通り勝利のためにプレーしてもらいたい、いい打席を送り球を見極めて四球を選ぶ、相手投手がストライクを投げる限り翔平ならどんなことでも可能にする、相手投手のことをよく研究しているし何事にも本当に一生懸命に取り組んでいる、彼はダイナミックな選手になるために足をとても大切にしている、見てもわかる通りスタートがいい、彼は塁を盗むのがとてもうまい、実に効率的だ、シーズン序盤からそうだった、彼と対戦していた頃は盗塁の成功率も良くなかったが、今では最高の成功率を誇るエリート盗塁王だ。そして打席に入れば明らかにデンジャラス、彼がユニフォームを着ればいつでもそうだ、彼が地面をしっかりと踏みしめている時はより良い、彼がしっかりと地に足がついていれば彼はボールを長く見てフィールドの全てを使うことができる、そうなれば球場のどこへでも打つことができる、彼がそうしている時ジャッジと共にそれ以上に優れている選手を見たことがない、大谷がここまで活躍することを思い描いていたかを問われると次のように答えています。おそらくなかった、彼とは対戦していたし彼は良かった、だが今がベストだ、チャンピオンシップを争うチームでプレーしているからね、8月9月、この試合の全てに意味がある、そのために彼はサインしたんだ、より良いパフォーマンスが期待できる、それが今起こっていることなんだ。また40個目の盗塁を決めると4回終了後記念の二塁ベースは球場裏に運ばれ別のベースに取り替えられる一幕もありました。ロバーツ監督は20日4040達成を目前にした大谷に対し40本塁打を打って盗塁を決めてリッキー・ヘンダーソンがかつてやったようにベースを抜き取って掲げてほしいね、ぜひ本拠地でそれが見たい、このように発言していました。シーズン130盗塁のメジャー記録を持つ韋駄天を引き合いに新要求をしていただけに、ベースの行方と大谷のアクションも気になるところですね。大谷翔平、前人未到の50、50へ、自分の数字が上がってくると同時に勝てるよう、
試合後の一問一答は以下の通りです。チームメイトの反応は、みんなお祝いしてくれて、お風呂から上がってきてくれて、お風呂から上がってきて、そのままみんなお祝いしてくれました。ホームランは狙っていた。いや、もうヒットでいいので、フォーボールでもいいですし、そういう気持ちで行きました。フェンスを越えた瞬間はどう感じた？いや、ちょっと最初わからなかったので、触ってるかフェンスに当たってるかちょっとわかんなかったので、審判が手を挙げてくれて、わかりました。40本塁打と40盗塁は意識していたか、何本ぐらいかなっていうのはもちろん知ってましたけど、さっきも言ってたんですけど、それが目的にならない。しっかりと勝つための手段として盗塁もそうですし、やりたいなと思ってるので、盗塁に関してはやっぱり失敗しないことをまず第一に考えながらやりたいなと思います。盗塁数が増えた要因、ドジャースに来てからいろんな人と話して、積極的に次をまず狙っていく姿勢をまず作りたいなと思ってましたし、しっかりと自分の足を生かしていく方法っていうのをいろいろ探しながら、コーチたちと話してコミュニケーション取るっていうのが一番かなと思います。50本塁打と50盗塁は狙っていくか、もちろんその数が増えるっていうことは勝つ確率も高くなってくるっていうことなんで、これからもっともっと大事な試合多いですし、自分の数字が上がってくると同時にチームが勝てるように頑張りたいと思います。9回裏の状況でホームランを打てる予感はあったか、そんな余裕はなかったです。今日のホームランはキャリアの中でどのくらいの位置づけか、いや、もうトップクラスの思い出にもなりましたし、もっともっとこれから勝って、その記録を塗り替えれるように頑張りたいと思います。ホームラン出た瞬間から MVP コールが、いや、もう本当に嬉しかったですね。何よりもう本当に一試合一試合、大事な試合なので、そこで勝てたっていうのは、カードの頭で、大事だと思うので、勝てたのが良かった。過去6年はパフォーマンスとチームの結果がつながらなかった。今年は勝ちにつながっている。もちろんチームスポーツなので、みんなが一緒の、なんて言うんですかね。自分自身のやる役割を本当に一人一人が重ねていく。今日も最後僕は打ちましたけど、そこまでのチャンスを作ってくれる作業がもちろん必要なので、そういう意味では、そういう人たちのおかげで、今日打てたっていうことは自信になりますし、チームは変わってもやることは変わらないので、自分の役割っていうのをまずしっかりやりたいなと思ってます。期待される中で答えを出すのは最高の気持ち。嬉しいっていうよりほっとした感じが、勝てて打ててよかったなっていうのがまず入った瞬間はそんな感じだったので、興奮っていうよりかはほっとした感じの方が強かった。盗塁成功率が 91%、 イチローさんは 81% だった。さっきも言いましたけど、まず失敗というかリスクをしっかりと考えて、場面もそうですけど、自分がいけると思った時にしっかりまずチャンスを作れるっていうのが一番大事だと思うので、流れもありますし、そこが一番大きいと思います。その結果、成功率が高いっていうのはいいことだなと思います。最近あまりチャンスで打てなかったが、今日打てた要因は、今日はというか、ここ数日は見え方がやっぱりいいので、自分自身の調子が一番かなとは思います。打球が跳ね返ってフィールドに戻ってきた。ホームランボールは戻ってきたか、わかんないですね。ちょっと今そのまま来たんで、さよならホームランは初。40がかかった場面でできすぎという思いはあるか、いや、もうさよならが初めてっていうのはあんまりわかんなかったので、自分の中では打ってるもんだと思ってました。チームメイトからの祝福はどんな気持ちで、いや、もう単純にすごい嬉しかったですね。やっぱり勝てたのがやっぱり何より嬉しいと思うんで、僕自身もそうですし、嬉しかったです。レイズ戦は相性がいい、どうなんですかね。相性というか、たまたまだとはもちろん思いますし、むしろメジャーリーグの中でトップクラスのピッチャー陣をいつも毎年揃えてると思うので、それはたまたまそういう風になってると思います。日本ファンも続々反応、歴史的快挙に SNS も大盛り上がり、147試合を大幅に更新する史上最速記録、 MLB の歴史を塗り替えた。もちろん日本人選手初の達成、大谷の偉業達成にファンも大興奮でした。主人公体質だ、漫画の世界。さよなら満塁弾で40を決めるなんてスターすぎる、人知を超えすぎ、どんだけ持ってるんだよ。
スーパースターの向こう側に行ってしまわれた。さらには偉業の裏で忘れられがちな事実が X でトレンド入りするほどの話題になった。快挙の裏で X 上ではリハビリ中の投手がトレンド入りする珍事に。大谷は昨年右肘の手術を受けており、今シーズンは打者に専念。来季の投手復帰に向けてリハビリに励んでいる最中です。投手としては復活の道のりの途中にもかかわらず、打者として MLB 史に残る数字を残したことで、日本ファンからはこんなコメントも相次ぎました。この人リハビリ中の投手ってマジですか。本当忘れてるけど、手術明けの投手リハビリ中で、来年はエース級ピッチャーが加わるんですよね。さよなら満塁ホームランで 4-0 メジャーで達成しちゃうリハビリ中の投手。本来なら手術後シーズン全休でリハビリ中の投手なんだけどな。 4-0 ってこの方リハビリ中の投手ですよね。毎度のことながら打者として凄まじい記録を残す大谷選手ですが、投手としての活躍にも来年からは期待できるという事実がすでに信じられないという人も多いことでしょう。大谷さよなら弾で人気女性レポーターがびしょびしょ被害、大谷は大笑い、 4-0 で手洗い祝福。試合後のインタビューでは味方の手洗い祝福で、人気女性レポーターもびしょびしょになる珍しい場面がありました。試合直後、大谷をインタビューしたのは米カリフォルニア州地元放送局スポーツネットロサンゼルスでレポーターを務めるキルステン・ワトソンさん。ヒーローにマイクを向けていると、その後ろから同僚たちが大谷へ大量の水を浴びせかけました。もちろん大谷はびしょびしょになったが、その隣にいたワトソンさんも水をかぶって絶叫、びっくりした様子で一旦インタビューは中断に。大谷はワトソンさんの姿を見ると大笑いしていた。 MVP は大谷翔平かオズナか専門番組で論争プホルス氏、もしオズナが3冠に輝いた場合、ナ・リーグ MVP に輝くのはドジャース大谷翔平か、ブレーブスの指名打者マルセル・オズナか。米専門テレビ局 MLB ネットワークが23日日本時間24日情報番組 MLB トゥナイトで論争を展開し、公式 X 旧 Twitter にその動画を投稿しました。同番組の司会者グレッグ・アムシンガー氏が、もし大谷が50本塁打50盗塁を達成したら MVP 当確かと議題を挙げると、解説者で元大谷同僚のアルバート・プホルス氏とブルワーズなどで18年間活躍した元救援左腕ダンプリサック氏が論争。プホルス氏は大谷が選ばれるだろうと予想しつつ、このように語っています。もしオズナが3冠に輝いた場合、 MVP 争いで大谷に勝つのではないか。3冠達成はそれだけ難しい。それに対しプリサック氏はこのように反論しています。もしオズナが3冠を達成し、怪我人だらけのチームをワイルドカードでのポストシーズン進出に導けば、オズナが MVP だと思う。オズナは本塁打王争いで40本で首位の大谷と3本差の2位、打率と打点は現在トップに立っています。 3-0 だけでも相当やばい大谷の凄さがわかる4つのトリビア。今月 3-0 を達成したばかりの大谷選手ですが、すでに 4-0 も達成することとなりました。しかし本来 3-0 でも十分に凄すぎる数字です。ここからは大谷選手の凄さがわかる3-0にまつわるデータをご紹介していきましょう。1-30代での達成者は全体の2割だけ。まずは達成者の年齢に関するデータです。3-0の達成者の平均年齢は27歳。選手としてはまさに身体と技術がピークを迎える時期に達成することが多いようです。ちなみに史上最年少は2012年のマイク・トラウト選手で20歳。この時はルーキーとしては史上初という冠もつきました。一方今シーズンの大谷選手のように30歳以降の達成者は14人のみ。最年長は32歳という事実からも、年齢を重ねてからは達成が難しい記録であることがよくわかります。 2DH 捕手の達成者はまだなし。2つ目は達成者のポジションに関するデータです。3-0を達成した選手をポジション別に見ると、外野手が32人で最多、次いで遊撃手が多くなっています。そしてここまでにもご紹介した通り、 DH では大谷選手が史上初の達成者となりました。ちなみに捕手の達成者はまだ出ていないのだと言います。
3本塁打&盗塁の2部門制覇は至難の号。続いては30-30達成者が獲得したシーズンタイトルについてのデータです。これまで30-30を達成したシーズンに本塁打王と盗塁王両方のタイトルを獲得した選手はまだいません。最も惜しかったのは2011年のマット・ケンプ選手。彼は39本塁打でホームラン王を獲得したものの、40盗塁は2位タイの結果に終わりました。もっとも盗塁数は2位タイとは言っても1位とは21個も差をつけられていました。今シーズンもレッズのエリー・デラクルーズ選手が走りまくっており、大谷選手が盗塁王を獲得するのはかなり難しい状況ですね。ただ本塁打数はしっかりとリーグトップを維持しています。このままのペースでぜひとも本塁打王を獲得してほしいですね。ちなみに30-30を達成した年に MVP を受賞した選手はチームメイトのベッツ選手も含めて過去7人、大谷選手が8人目となる可能性はありそうです。打者専念の DH が MVP に選ばれるのは難しいという意見もありますが、ここでも大谷選手が DH 初の MVP 受賞者として MLB 史にその名を刻んでくれることを期待したいですね。4史上初の4-5-4-5、はたまた5-0-5-0も。最後にご紹介するのは30-30よりもさらに上の記録に関するデータです。30-30よりさらにすごい40-40の達成者はこれまでに5人。昨シーズンアクーニャ・ジュニア選手が41本塁打&73盗塁で史上初の40-70を達成して注目を集めましたね。大谷選手は8月14日終了時点で37本塁打&35盗塁をマークしており、このままのペースでいけば49本塁打&46盗塁となります。順調にいけば十分に射程圏内の記録と言えるでしょう。50-50はもちろん、45-45もこれまで一人も達成したことのない金字塔、大谷選手がこれまでに達成してきた無数の前人未到記録にまた新たな1ページが加わるかもしれませんね。盗塁ペース倍増、高まる45-45への期待。ロバーツ監督は40-40の達成についても先日このように言及していました。スプリングトレーニングの時から40-40は彼の中で意識していたと思うよ。翔平にはスピードもある。45-45も視界に捉えている。もう少し時が経てばわかることさ、また大谷選手の師匠でもあるレジェンドアルバート・プホルス氏も先日40-40達成の可能性について語っていました。彼は利口な打者だ。彼は打つし、左腕からも打つし、逆方向にも打つ。引っ張るだけではない。そして彼は四球も選ぶ。できることは何でもする。あのスピードもある。この男は怪我がないままでいけば、今年40本塁打、40盗塁を達成するかもしれない。プホルス氏の予想通り、40-40の達成。そして、このペースでいけばさらに上の記録も目指せるのではないかと期待されているのです。すでに40-40は達成できるものとして45-45の記録にも言及されることが増えてきました。 MLB 史上誰も達成したことがない45-45もありえない数字ではなくなってきているのです。米スポーツメディア BOLAVIPUS 公式サイトもこのように報じ、大谷選手への期待をにじませました。ほぼ不可能な記録が達成間近だ。大谷は今シーズンを48本45盗塁という驚異的な数字で締めくくる可能性がある。さらに記事が配信された8月7日時点の34本塁打32盗塁という数字を踏まえ、大谷選手の活躍をこのように評価しています。ドジャースの日本人スーパースター翔平大谷はメジャーリーグの歴史に新たな1ページを刻もうとしている。彼の多彩さはただただ印象的だ。打撃力に加え、日本人選手はベースランニングでも並外れた能力を発揮し、1シーズンで26盗塁という自身の最高記録を上回った。また、当時、40-40という記録達成に順調に向かっていることについても言及。大谷選手のポテンシャルの高さを強調していました。彼のプレーは野球ファンの間で大きな期待を生み出している。彼のパワーとスピードの組み合わせは野球界では他に類を見ないものであり、多くの人が彼がこの記録に到達するのに必要な才能を持っていると信じているのだ。そして
大谷選手が来シーズン投手としても復帰することについて多くの期待が寄せられていると記事を締めくくりました。この日本人選手は2023年に行われたトミー・ジョン手術から無事に回復しマウンドに戻ることを熱望している。投手と打者としての大谷を見ることができる見通しは野球ファンにとって楽しみなことだ。彼がマウンドに戻ることで彼のプレーがより広がることとなり、彼はさらに完成度の高い選手になるだろう。現地でも大谷選手のプレーには非常に大きな期待が寄せられていることがわかります。リハビリ中でありながら、これほどまでに人々から期待をかけられた選手がかつていたでしょうか。その期待値の高さだけでも大谷選手の凄みが伝わってきますね。さて、いかがでしたでしょうか。今回は大谷選手が 4-0 を劇的な形で迎えたことで大きな話題となりました。ジャッジ選手をはじめ、さまざまな記者やファンも大いに盛り上がりを見せてくれましたね。チームも連戦の初戦を見事サヨナラ勝利で終わらせました。これからの活躍とリーグ戦の結果にも期待が集まりますね。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録高評価お願いします。またたくさんのコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。